本日は埼玉武蔵ヒートベアーズの宮野原健選手から野球上達のヒントをいただきました。翔平まさかの大苦戦、体を張って視聴者の皆さんに伝えます。ぜひとも見てくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうも翔平 TV です。そしてこちら宮野原選手です。よろしくお願いします。やったー。第2弾ということで、今回はこちらのスクールのお話をお聞きしたいと思います。で、詳しい場所の紹介なんですけども、こちらの北アゲオの駅の目の前にあるパパというショッピングモールなんですよ、はい、の中の一角なんですよね。一角です、はい、はい、でスタジオフォルテというところにがありまして、その中でやってるっていうことですよね。そうです、はい、はい、詳しいね、内容はここに貼っておくんですこと、あと動画の概要欄に貼っておくんで、気になった方はぜひともチェックしてみてください。まずこちらのスクールはどのような人が参加されてるんですか？小学校に行ってない未就学児の方から野球を愛する大人の方まではいはい、少年野球に入ってる子たちだけじゃなくて、はいはい、これから野球やる子、野球をやっていなくても、はい、体の伝え方とかどういう風にトレーニングした方がいいとか、トレーニングレッスンみたいな形でもやれるので、はい、今現在何名ぐらいいらっしゃるんですか、はい、そのスクール生というのは9人で、はい、トレーニングレッスンも含めて今やっていただいたのがトータルしたら14人になります。このお部屋でレッスンをしてるっていう、はい、そうです、はい、基本的にはこの、スタジオの中でやるんですけど、はい、埼玉県以外の方ともぜひご縁があってやりたいので、はい、出張レッスンの形でもこれからはやっていければなと思って。はい。で、今回こちらのスクールの練習内容っていうのは具体的にどういう感じなんですか？タケルベースボールスクールで大事にしているところは他のスクールとは違って、基本今個人指導もしくは少人数指導って形でやっているので、はい、目の前のスクール生に対してしっかりフォーカスできるっていうところを大事にしているので、はい、決まった練習っていうのはあえて決めていなくて、はい、まずその子の動きであったり技術的なものをしっかりこっちでチェックして、ビフォーアフターでこちらで動画もしっかりチェックして、はい、それでどこが足りないってことでリサーチして、そこにトレーニングであったりとかちょっとストレッチだったりを取り入れる形で、あー、なるほど、はい、一人一人のレッスン内容は全員違います、はい、一通りまずもちろん体を温めてストレッチして、もちろん大事なトレーニングで体を強くしてもらって、でもちろんそれ以外にはちゃんとボールを使ってボールを投げるとか、ボールを取るとか、しっかりバッティングを打つ、はい、あとはどこでも共通するその走るってところも大事にしながらやってます、はい、大得意の、ね、素晴らしい、足もちょっと伝授してもらって、ね、僕も教えてほしいぐらいですドド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 めっちゃ笑ってるやん、めっちゃ笑うやん今回こういう機会をいただいた方がいるみたいな。あ、そうなんですよ、本当に服部さんっていう、服部さんこの話いただいた方がいらっしゃるので、ぜひちょっと来てもらいましょう。じゃあ、はい、こちらにちょっといいですか？はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あれ、なんかあれ来てらっしゃるじゃないですか。あれ、いつの間に。あれ、今回ね、お話いただいた時に、はい、ぜひって言われて、あ、買わされました。買っちゃいました。誰かが誰かが買わしましたね、これは確信犯ですで、そのスクールの、はい、そういうのを開いた思いという、はい、そういうのをちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね、今宮野原コーチの方から話ありましたけど、野球をこうチームでやってる子の中でもっと上手くなりたい、こういう風にしたいとかっていうやっぱ子がいっぱいいる中で、プロの経験者とか OB がここのスクールに来てしっかりフォーカス、個人にフォーカスをして教えられないものかなっていうところで、サンドキャリアも踏まえた中でそういう授業ができないかっていう相談を前からさせていただいて、紹介をさせていただいて、まあ、話をまとめたい、今ここに至るよっていう。ああ、なるほど、はい、ね、ではお待ちかねのレッスンをちょっとやってもらいましょうかはい、というわけで実践今日は立ちましてレッスンを受けていきたいんですけども、意外と大きいですね。自分は逆に翔平さんが意外と大きいやつ。マジっすかそうっすか、翔平くんの方が大きいか。大きいっすか。ちょっと顔のちょっと面積がちょっと大きいな顔でまず何をしたいですか。
まず最初は一緒にストレッチやりながら、はい、可動域とか肩とか柔らかすとか見ながら、まあ、最初いつもこうマットがマットですね、スタジオの真ん中に置いてる形からスタートします。なるほどですね。なのでじゃあこうまずは前転からですか。あ、したいんですけど、はい、ちょいさん、まずショーアップの時を思い出していただいてまずマット出したら、はい、怪我防止のために、はい、マットの耳をしまうって覚えてます。マットの耳をしまうと懐かしいっすね。懐かしいっす。ちょっとやっていきます。懐かしいなこれ。懐かしい。やったなこれ。やってこれ怪我防止ですね。そこで大事。滑らないからねその最近のこの前試合どうだったとか、はい、今調子どうっていうのをこう会話しながらで今日どういうふうなことやっていくっていう感じでここでスタートで、はいはいはい、子供にもこう理解してもらって、はい、そうです。解決しないで。解決ですか。解決ってどうやるんですか。え、ちょっと待って。いきなりなんですけど、もう張ってます。いきなりなんですけどちょっと、はい、ズームいっちゃってるんで頑張って、いや、もう、アウトっす。もうアウトっす。お尻をクッてこう上にしてる全然大丈夫これ。あ、でもこれでいいっすか、手伝って。あー、やばいっす。やばい、手でかい。お互いに引っ張り合います、はい、で、引っ張り合う時はきついと思うんですけど、息吐きながら、はい、じゃあまず引っ張り合う。押し取られたくない。まずは、よっしゃ、楽にしてもらって自分を引っ張ります。ゆっくりです。吐きます。あー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 やばいやばい。じゃあ、逆ですか。逆ですか。お前、行きます。余裕じゃねえかよ。余裕じゃねえかよ。すごい。いや、全然なんか俺もオッケーです。すごい。全然全然。やばいっすね。これ本当に積み重ねて変わってくる。じゃあ今度逆です。もう一回いきます。あ、これ吐き終わります。ああ、死ぬ。危ない危ない危ない。じゃあこんな感じで。これを少年たちもやってるんですか。まずこれでゆっくりしながら、怪我は今も当たり前ですけど、今後もしてほしくないんで、やっぱ。ストレッチだったり、ちゃんと準備することの大事さはしっかりと伝えてます。素晴らしいですね。はい。大人は多分こんなことしませんから。忘れてますね。忘れてますよ。耳と一緒に忘れてます。耳と一緒に。ゲルベソースクールでは、いくつかその体の使い方で大事にしているところがあって、まあ、その一つが、まあ、この指先と足先、一番体の末端じゃないですか。はい、はい。こうバンザイしたら一番先が指先で、はい、もちろん一番下は指の足先。そこをよりただ大事にストレッチをしてほしくて、はい、なんでよく皆さんがやっているストレッチに本当にワンポイントつけてより効果的なストレッチをすることをこう心がけていく。わかりました。それでちょっと一つ、はい、お願いします。なんで腰をストレッチするストレッチでよく皆さんがやったことあると思うんですけど、はい、こう寝ていただいて寝て、はい、で右足をこっちに倒してこうですね、はい、で、左手で右膝を押さえていただいて、体だったり目線はこのようにしてやることによって、やばしっかり、ここはそんなことやばい。はい、助ける助ける助ける。で、これはよくあるストレッチだと思うんですけど、はい、そこに今度はしっかり、さっき言った、指先ストレッチもしたいので、はい、ちょっと一回動き見てもらったんですけど、はい、ここで一回こっちに手を戻してもらって、はい、ゆっくりでこっちが大きく円を描くんですよね。こうですか。はい、描いて、真ん中にまで行ったら今度手のひらひっくり返してもギューッと大きくこうやって回るんですけど、苦しい、はい、でもこれを普通にやるだけじゃまたまだまだもったいないので、はい、こういう時に手もしっかり手も力入れるんですか。力入れます。指先に力入れる。力入れるらしいです。力入れるらしいです。限界まで大きい円が来るんですよ。限界まで大きい。こっちからですね。こっちから遠くですね。これ肩は上でいいんですか。あ、肩できたら上から上ですけど、でも今それよりも、はい、より遠くに遠くにこの大きいよりエッケーのことによって、いや、届かない、ダメ、ああ届かないとやり直しっす。スパイタッスでない。ゆっくり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 やばい。で、ここでひっくり返しておくです。はい、そうです。これでやばいっす、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 よし、おし、あ、よし、オッケーです、オッケーオッケーです、オッケー。じゃあ座っていただいて。あ、もういいですか。で、多分後ろもストレッチできたと思うんですけど、はい、同時に多分ちょっと
しかも指先だったらちょっと温まってる感じは、ああ、ついた。だいぶあると思う。確かに、うん、はい、大事っすよね。どんどんこれから寒くなって、はい、まだ試合がある方も多いと思うので、そうですね、より夏場より大事にしていただかないと、やっぱ怪我につながったり、はい、あとはもう一つパフォーマンスアップにもつながると思うので、はいはい、そういったところも、もう話しながら子供たちとか目の前のスクール生にお伝えしています。ああ、なるほど、はい、そうなんですねこれをまあ少年たちはまあ毎回毎回言って、あ、そうですね、必ずやる2つのことなんですけど、いろんなステージを持って、まあ、いろいろ見ながら、なるほどですね。他に何かやってる？あります、あります、はい、なので、はい、マットから出ていただきます。マットから出まーす、負けます。じゃあ次は、はい、マジックスティックって言うんですか。マジックスティックストレッチやトレーニングでも必ず使うものなんですけど、こちらでも今からちょっと翔平さんに、うん、体をより柔らかく強くやってほしいなと。わかりました。で、これからは必ず鏡を見ながら、はい、自分の動きをチェックしながら、チェック、はい、で、自分もちろん一緒にやるので自分の動きも見てもらいながら自分の動きとどう違うのか。わかりました。しかもボールをこう投げるときに、はい、やっぱり投げる側ボールハウスにしっかりここ進展でやっぱしっかり伸ばした力を入れて、はい、逆にその反対側、左側はしっかりとこう脇腹だったり違う潰れてることがやっぱ望ましいんで、はい、やっぱそこをしっかりと体を柔らかく潰せるところは潰して伸ばせるところは伸ばすってことを大事にしてほしいので、はい、持っていただいて肩幅をちょっと広げて持っていただいて、で、ギュッ、さっきと言ったようにしっかり指先をギュッと大事にして、より上に上にちょっときつい、ここら辺がきついですね。そうですね、そうですね。この状態でお尻をこうしないでまっすぐしてゆっくり倒してください。この時は常に遠くに遠くに遠くに、はい、あ、そうですね、はい、やばいやばいっすよ、ってこっち伸ばします。いや、もう超見てます。伸ばして、やばいっす。で、ここできたらここはグーで反対いきましょう。反対、はい、反対のところ伸ばして潰します。なるほどね、あ、なるほどですね。やばいやばい、こういう感じ。あ、いいっすね。あ、もっといきたいですね。もっといきたいですね。いきたいですね。スパルタですね二つ目、この辺が胸部、はい、あとは胸の周りのおへそとお腹の部分とやっぱ別で使ってきた。やっぱ投げる時も打つ時もやっぱここにある上半身を1個で使わなくて、このお腹側と胸の胸部、はい、この胸の周りのこの骨を別で使ってあげる。これを使えれば自然と上半身でもしっかりねじれであったりとか、はい、それができたらやっぱり投げる時、打つ時により力が発揮しやすい。そこの柔らかさを出すための練習をしたいと思います、はい、今度はこのマジックスティックをここの肩に乗せてやります。肩に、そう、あ、そうそう、で、もう上を軽くブラーンとするブラーン、はい、で、ちょっと打つとき、投げるときぐらいに力入るようにして、ここは反っていきます、はい、その状態でおへそ周りはずっと正面向きます、はい、で、胸あたりだけゆっくりと打ちます。あ、そうそう、で、戻します。いった。で、今度やります。あ、そうです。戻します。でもこっち行きます。で、まだ多分今おへそもちょっとこっち見ますよ。カメラの方。はい。おへそちょっと勝負です。全然いかないですよ、これ。え？でも本当まずいかないですよ。あー、でもちょっと行く人は行きます。でも少しずつです。少しずつですか。はい。あ、いいですね。ツイストですね、これ。ツイスト。そうそう。でもう一回行きましょう。はい。で、これができたらやっぱ自然とこの棒を外すんで一回、はい、行きます。腕をその前ですよ。はい。で、これでやっぱり、ね、ピッチングに生かしていただけると、あ、なるほど、やっぱり体全体がただひねるでこういくのと、はい、やっぱりしっかりお腹しっかり残して中でしっかりだけグッてひねるって、やっぱりその後しっかり回ってくるときに上で引きやすいと思うんで、そうっすね、あとはしっかりこの胸の周りを柔らかくしていくっていう段階で、もう一個ちょっとあるんですけど、もう一個めっちゃ食べんな、めっちゃ食べんな水打ち、水口英二ですか。水で、肋骨じゃないですか。肋骨ありますね。手入れられますかね。手入れられます。あ、ちょっと、あ、入りますね。で、入った中で自分でそれをその中でゆっくりと左右にひねります。入れた状態でちょっと頑張って、はい、ちょっとでいいです。で、あ、で、今度逆です。あ、そうです。今度はじゃあ前後なんかで、今度入れた状態でちょっと伸ばす。
顔が伸びてる。そうそうそう、顔が伸びてる。じゃあ最後に入れた状態でできる限り頑張って、はい、グッと奥入れてちょっと5秒ぐらいにキープしてみましょう。あ、いいです。やばい、 OK です、 OK です。顔近いよ近いよ、 OK です、 OK です。やばい。でもとにかくお腹の部分と胸の胸部の周りを、はい、いかにこう別で使ってあげるかっていうことで、いわゆるパフォーマンスアップにつながって、なるほど、動きも柔らかさが出てきたりするので、それも初めて知りました。すごいですね。全然知らないところまで全然知らない教えていただいて、え、そういうのを生徒たちに、あ、そうですね、伝えてるんですよね。だからただこうやるんだよって言っても、あ、ただやるんだって、うん、終わっちゃうんで、うん、何のためにやるのかとか、こうすればこうなるよってことも付け加えながら、なるほど、ためになります。わかりやすいですし、わかりやすい、さすが先生。僕はバッティングね、ほぼほぼしないんですけど出ることもあるんですよ、バッターで、はい、フォームもちょっと見てほしいです。正直多分ね、全部多分指摘されてる翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひともメールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。こちらのバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14センチ 740グラム、トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。で、こちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらっしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であればもう参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人を僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合つけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。はい、皆さんぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方フォローの方お願いします。翔平 TV にやってほしい企画があればどんどんコメント書いていってください。野球教室やイベントやコラボなどのご連絡お待ちしております。野球はみんなのスポーツ。それではまた見てねー。